はいどうも、田原元就です。この動画では函館記念、こちらの前頭分析を行っていきたいと思っております。今年に関しては結構馬場状態がね、かなり気になるところではあります。現段階だとおそらく道あるというね、そんな予想なんですけれども、そちらを反映した上でのね、前頭分析となっております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、アイスバブルです。去年のこのレースの2着馬ですね、当時が初の洋芝だったんですけれども、鮮やかな一票を果たした、そんな一戦でした。洋芝適正全く問題ないです。それも去年のね、結果を示しているということなんですけれども、前走、叩き台というね、陣営はそんな意図だと思うんですけれども、筋量59キロの共衣装。まあ確かにきつかったです。筋量きつかったんですが、まあそれを差し切ってもね、ちょっと負けすぎてるね、僕はそんな印象をいただきました。まあ正直、両馬場とかそういった乾いた馬場が向くというね、そんな印象もありますので、週末のちょっとぐずつくような、そんな予報の函館で考えますと、ちょっとね、今年は厳しいという判断となりました。はい、アドマイアジャスターです。2020年のこのレースを勝ち馬ですね。当時はとんでもない人気薄で、外からグイッと突き抜けたわけなんですけれども、じゃあその後がね、なかなか精彩を欠いてしまう、そんな印象が拭えません。それこそ金層に関して言うと、勝ち馬と1秒以上、離されてしまうようなね、そんな現状でもありますので、一平を望むには少々酷な、そんな印象です。はい、新田です。今年2回使われたんですが、いずれも馬券圏外でした。去年はね、結構連勝街道を突き進みまして、重賞の福島記念。こちらの方もファンサラッサの3着ということで、結構ね、能力を示していたんですけれども、ちょっとどうしちゃったのかなと、そんな印象はあります。ただ、今回いい部分がありまして、洋芝ですよね。洋芝においては2戦2勝と負け知らず。で、金2走はね、まあ左回りの2戦だったわけなんですけれども、まあ2走まで金庫賞。まあこれはね、ちょっと時計も早かったですし、相手も強かった、それでいいと思います。前走、宮古王子ステークスがちょっとね、不本意にも花を切るような、そんな形になって結果的にね、目標になった、そんな部分もあったと思います。で、今回の舞台はもちろんね、さっき言った洋芝代わりということもあるんですが、今回ね、横山武史ジョッキー、このジョッキーかける、和田調教師ですよね。この調教師の成績というのが、2133、馬券内率 66.7%、いわゆるコンビとしてすごく相性がいいという、そんな両者なんですね。今回そういったコース代わりに加えまして、騎手の乗り換わり、もろもろですね、結構評価としては上がる要素しかないというところもあるんですけれども、まあ、ちょっとね、調教がどうだろうというところも正直拭えないんですが、ローテーションと上積み材料、そういった部分に関してはね、まあ、満載と言えるのかと、そう思っております。はい、ウィンエクシードです。前走休み明けの巴賞だったんですが、こちらが4着という着順でした。先行して結構見せ場作っておりましたので、まあ、叩き量化型であるこの馬にとっては結構ね、まあ、収穫の大きいような、そんな一戦だと言えるのではないでしょうか。で、今回感覚の詰めての参戦なんですが、この馬、感覚詰めた方が断然いいです。まあ、前走から中に1ヶ月以内、そういったローテーションでの成績が3263ということで、まあ、3着がね、やたら多いんですけれども、馬券圏内率が非常に高いという、そんなところを示しておりました。で、これ、週中のデータ分析でも言ったんですけれども、このレースね、例えば、巴賞組であったりですが、高齢馬、そこに該当する馬は結構な波乱を演出している、そんなところもあります。まあ、そういったね、部分もありますので、今回、叩き一辺を警戒したいような、そんな意図だと考えております。はい、ギベオンです。この馬は、まあ、中京で、金庫賞を勝ったりとかね、そんな業績があるんですけれども、2020年以降、こちらに限定いたしますと、左回りの2000メーター以外の成績、におきましては0006と馬券内どころか掲示板内すら一度もないというそんな状態なんですね。やっぱこの馬狙うんだったらもう左回りの 2000m 一択だと思います。その条件だったらまだ構想の可能性もありますし、例えばね、この後新潟記念に出るとかそういったことがあったらまだいろんな条件さえ叶えばねなくはないと思うんですが、今回右回りに加えましてこの馬初の洋芝ということになりました。今回ね一辺を期するにはちょっとハードルが高いようなそんな印象をいただきました。はい、里のクロニクルです。前走かなり人気なかったんですが初の洋芝で3着ということで一定の適性を示したそんな一戦でした。まあ、枠なりにね、ロスな曲を運べたというところも確かにあったと思うんですが、8歳にしてこの新境地を占めたというね、そんな一戦という意味ではね、かなり意味のあるような、そんな戦いだったと思っております。まあ、今回、いよいよ本格的な夏競馬の重賞になるわけなんですけれども、4歳の時にね、ちょっと遡るんですが、4歳の時に、夏の重賞小倉記念、こちらの方で連帯歴がありました。まあ、季節適性としては全然あるというようなところもありますので、まあ、今回もね、ちょっと暇なというか、そういったゾーンで警戒しても良いのではないでしょうか。
はい、サンレイポケットです。このまま実績だったら断然ですよね。去年の秋に天皇賞秋の4着とジャパンカップ4着。この実績考えたらね、ここではこの班でも致し方ないですし、人気になるのもね、おそらく想定されるんですが、仕方ないと思います。ただ、今回ね、この馬にとって超えるべきハードル決して低いもんではなくてですね、まあ、この7歳という年齢にて初の洋芝参戦となっております。このレースなんですけれども、やっぱね、洋芝適性はかなり重要です。まあ、走って、奔走してとか、そこまではまだいいんですけれども、走ったことないってね、ちょっと、まあ、特にこの点の人気馬においてはね、プラスと捉えるにはなかなか難しいという、そんな印象なんですね。で、あと、この過去10年の函館記念におきまして、まあ、これはね、データ分析の通りなんですけれども、前走が 4×4 番手以下で、今回、金量が増える。金量増える馬に関して言うと、0、1、0、8とほとんど奔走している、そんな状況もあります。やっぱこの前に関してはね、左回り直線の長いコースで、進化を発揮するという、そんな印象が拭えませんので、まあ、お最低度とかね、そんな評価にしたいと思っております。はい、ジェネラルユードです。前走積極化に前行ったんですけれども、それでも馬券圏内かなわず、着順も2桁着順でした。ここでは厳しいと思います。はい、スカーフェイスです。まあ、重賞戦線に金走は転じたわけなんですけれども、G1 大阪杯、このレースを除きまして、すべて掲示板内に入っている。ということでね、やっぱその6歳を迎えて、こう、徐々に、こう、本格化の兆しありというね、そんなところを示した、この一連のね、レースとなっております。で、その前走大阪杯もね、馬券圏外、掲示板外にはなってしまったんですが、上がり3波の最速ということで、ほんと充実ぶりが、かなり目を見張るような、そんな意図だと思っております。この馬なんですけれども、一つ大きな特徴がありまして、前走から金量を減った時の成績、こちらの方がですね 1-2-0-2 と、結構高いような、そんな高走率を示しておりました。まあ、中山金牌とかもねそうだったんですけれども、その中ではその1勝唯一勝利を挙げたこともあったんですが、そちらがね金量減での右回りの 2000m、 そこ結構見逃せないと僕は思っているんですね。で、あと、そうですね、遡ると、重馬場とか、そういった結構タフな馬場コンディションでの勝利実績もありましたので、この初の洋芝という確かにマイナスというかね、そこはあるんですけれども、そこまで評価を落としたくないと、そう思っております。はい、スマイルです。この馬に関しては典型的な右回り校舎、これでいいと思います。これまで4勝を挙げているんですが、すべて右回りというね、そんな条件でして、前走の左回りの新潟大賞典、こちらの方がちょっと先行策も取れなかったという、そんなイレギュラーな一戦でもありましたので、ある程度の感度でもね、いいのかなと思っております。ただ、夏競馬という部分におきましては、ちょっと量積が足りないというね、そんなところもありますし、洋芝、一度走ったんですけれども、そちらも、掲示板外というね、馬券圏外という、そんな着順でした。まあ、右回りに変わるというプラス材料、そこはね、見逃せないんですけれども、まあ、そうですね、印の方、廉価の下の方とかね、そんなところに置くのが、一つのイメージと僕は思っております。はい、対戦モンストロです。2勝クラスと3勝クラス、この2戦を勝ってね、このに臨むわけなんですけれども、まあ、構想のパターンはこのまま はっきりしておりまして、基本的には小頭数、ここで狙うのがいいと思います。なので今回多頭数のこのローカル 2000m 小回りコース、決して条件は良くないと僕は思っているんですけれども、まあ、前走の内容に関して言うとね、結構2着3着とか、差し馬が来たような一戦を先行して押し切った、まあ、ここは一つのね、まあ、評価材料としては良いのかもしれません。で、加えまして、この週末の函館の天候を考えたときに、この馬の、道あるでの成績が2、1、1、1とね、非常に高い高走率を誇っている。今日は典型的な道ある校舎だよね。そこに関しては1個大きなアドバンテージだと僕は思っております。まあ、勝つのは大変だと思うんですが、まあ、暇なとかね、そういったゾーンにおいて警戒すべき、そんな意図だと思っております。はい、早やっこです。これまでダートを使われたりですとか、前走は天皇賞春とか、そういった長丁場とかタフなところを使われていたんですけれども、その中にあっても、道中通過順がね、どうにも上がってこないというか、そんなところがあるんですね。まあ、日経賞は割といけてはいたんですけれども、今回がその 2000m という距離になりまして、しかも右回りというね、より小回り適性が強調される、そんな舞台となりました。まあ、このレースなかなかね、直線行きとかそういったのが決まりづらい状況でもありますので、この小回りコースにおいて、この馬の上位進出はね、難しいと判断をいたしました。はい、フェアリーポルカです。高1点での参戦というそんなことになるわけなんですが、ボバ混合重賞これまで2回使われていたんですが、いずれも掲示板外でした。まあ、これ金層ね、1年以上にわたって馬券内から遠ざかるそんな状況もありますので、ここでの強調材料は乏しいと思っております。
はい、マイネル・ウィリトスです。去年もこのレース参戦したんですが、まあ8着というね、そんな着順でした。吉馬合わないのかなと、そう思うかもしれないんですけれども、それを言い切るにはちょっとまだ早いかなという、そんなところもありまして、それ以外の吉馬3回使われていたんですが、そちらの着順が2着、3着、4着。特に4着の一戦なんですが、これが去年の札幌記念でして、まあ、1着ソダシ、2着ラブズオンリーユー、3着プレッシャーナイト、そういった G1 馬の中に混じって4着に、4着まで食い込んだ、これはかなり評価すべきだと僕は思っております。で、まあ、今回ね、過去の函館記念におきまして、これ週中のデータ分析の通りなんですが、前走目黒記念で一桁着順、こちらに該当した馬が2100とね、馬券内が非常に高いというそんなところを示しておりますし、何より今回道あるなるであろう、おそらく道ある確定みたいなそんな状況なんですが、そこにおける成績がダントツでいいです。この馬のややもから振り馬場というね、そんな成績が2131というところでして、唯一のね、特に振り馬場だったその去年の新潟 2000m、 あの条件で大差勝ちというそんなところがあったので、道あるはとんでもなく強いです。やっぱそういった部分もありますし、まあ去年はね、ちょっとまだ開催そこまで間もないというか、めちゃくちゃ今年ほど使い込まれてもない馬場でしたし、まあ結構ね、内有利というか、そんなところはかなり顕著な一戦ではありましたので、今年はちょっとね、違う姿を、昨年とは違う姿を見せてくれるのかなと、そう思っております。はい、ランフォザローです。先生、これまで参戦用芝使われていたんですけれども、いずれも掲示板外になってしまいました。ちょっとね、点に行けない客室もありますので、ここでは厳しいと思います。はい、レッドライデンです。前走は、かなりのハイペースに巻き込まれてしまったというそんな一戦でしたね。まあ、このままスロー逃げだったらね、もしかしたら、やれる可能性もあるわけなんですけれども、スロー逃げ差し引いてもちょっとね、前走僕は負けすぎとそう思ってしまいました。この重賞という舞台におきましてはね、もうちょっと鍛錬が必要かなとそう思っております。はい、以上で函館記念の戦闘分析は終了となります。これ冒頭もね、申し上げたんですけれども、やっぱ今回の函館記念は道ある適正、これがかなり重要だと僕は思っているんですね。なのでその部分をかなり反映したようなそんな分析となっておりますので、何とぞ参考になっていただければそんな風に思っております。この動画が何か参考になったら、ぜひチャンネル登録などもね、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。